よ。ドアップ。おはよう。クマ、ありがとうございます。皆さんおはようございます。いい天気ね。めちゃめちゃいい天気ですよ。なんかちょっとコンタクトしてなくて目が 見えなさすぎてすいませんね。喉が痛い。寝起き毎朝喉がガスガスで痛い。乾燥してんのかな、ね、やばい、なんか思考停止中。ぼー、朝はぼーってするよね。ぼーぼーぼー、ありがとう。録画したよ、ありがとうございます。録画してください。本日夜からの渋谷ノート。読み込み中、そうダウンロード中。ジリ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 、今あのこういうマーク、私の脳内こう電波がこう悪い時にこうぐる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 みたいな。あれ。なんかさ、私の朝とかさ、なんか明日の夜、明日の夜じゃないや、は？何言ってるんだ？あ、違う違う、夜や、夜。夜に明日の朝は朝一で病院行くぞとかってめっちゃ乗り気っていうか、めっちゃ意気込んでもう絶対決意したみたいな感じなのに、朝起きた瞬間にあ、もうやめとこ、今日は無理だわっていうのが多すぎて。最近ね多いよ、もうマジで。前日の夜はすごいもうね意気込んでるのに、朝になった瞬間にあ、もういいや、今度にしよう、あ、もう無理や、今日無理や。私もうあるあるで、なんか、あ、今日はもうちょっと体がちょっともう無理や、今日はちょっと寝るわ朝はみたいな。気まぐれっていうか、朝になった瞬間にね、前日の夜の思いはどこへ行ったみたいな。わかりみ。朝は弱いか、強くはないね、まあ、弱いんかもしれんわ。なんやろうねこれで、また今日行っとけばよかったのにって午後になって思って、あー、もうなんか最悪や、お腹鳴ってるわ、お腹空いたんかな。飽きまへん。
あ、なんか用意しとくか、多分ね、予約したりしたら頑張っていくんだろうけどね、私の悪い癖で結構予約しないこと多いんですよ。直前だったり、病院予約しないかも。病院、まあ、受付で待つけど、そう、でもなんか予約してしまうと自分が信じられない、なんか明日の朝起きれるのか心配だし、そんなこんなで先延ばしし続けてる中村舞です。はい、しかもさ、病院とかってさ、朝受付みたいなの多くないですか？何時までみたいな、間に合わないよー。ありがとうございます。無理や。11時とか、え、そうだよ。遊びに行く約束？まあ、前日だったらそれかな。か。めっちゃお腹鳴ってる。遊び行く約束は、なんかするかな。あ、何日空いてる？え、今のところ空いてるけどまだ分からんな。分かった、じゃあ前日になったらお知らせしてや。オッケー。前日空いとったよ。じゃあ遊ぼう。じゃあ明日大体何時ぐらいに起きてまた連絡するわ。オッケー。こんな感じこんな感じです。あやふや。まあなんか前日までマジでわかんないんですよ、休みが最後の最後まで。なので、まあ、でもなんかきっとメンバーほぼみんな一緒の状況なので、これは結構理解してもらえますね。連絡？なるま、ありがとう。うん、もう慣れましたよ、全然。集合するとき最後の方ですか？集合しません集合？何集合って。集合しないです。ありがとう。集合してよ。え、どこに集合するんですか？何するんですか、集合。おう、ありがとうございます。え、
何ですか？プライベートじゃなくて、あ、どういうこと？仕事の時？ん？でも遊びに行く時はあんま集合しないかも。私がなんか多いのはね、なんでかわかんないんだけど、あ、じゃあとりあえずまいちゃんち行くわが多いかも。まいちゃんち行くから、なんか何分後に着くからオッケー、拾われるパターン。うん、なんかあの行く道に私がいるパターンついでに行くわみたいな、その目的地がここで私がここにいて、もう一人の人がここにいる感じで、こうでここで行くわって感じ。時間通りに来ない前って、なんか私すごい時間あの破るやつみたいになってますけど、破りはしないですよ。あんま決めないことが多いですけど。そう、うち来ないことはないんで大丈夫です。呼ばれて、待たせたりしないのか。LINE で全部報告するからね。何時ぐらいに準備終わるっていうお互いに。うん。そうだよ。待つのは苦にならない？ならない。ならないよ。待ってる間も楽しいよ。私待つわ。そうよ。私待つよ。なんか寒い中待つのはしんどいかもしれないけど、あのあれするわ、遅れるって言われたら、あ、じゃあちょっとそこら辺で一人で買い物しよくわ。まあ、あのゆっくり来てや。オッケー。買い物一人派。うん、最近ずっと一人かな。あれです、最近の待ち合わせはなんか姉が仕事終わってから、仕事終わりに一緒に○○行こうよって言ってどっかで待ち合わせていく。姉級とか。ありがとうございます。仕事終わりのね、いいね、ありがとう。クマありがとうございます。
ご飯行きます。結構姉と夜ご飯も行ったりするし、最近はどうだろう、わかんないけど。7ヶ月？え、210日だからそうだね。3、7、21、すごっ。何日か休んでるけど。365もきっとそのうち。あ、たこありがとうございます。チケットはね、なくならないんですよ。なんか30日、1ヶ月に1枚ぐらいもらえるらしくて、チケットねあるんですよ。私が3枚あるので、多分3日間今休んで、もう多分3日後にショールームしたら211日目ぐらいになります。そうなんよ、なんかチケットはね増え続けるんですよ。有給かよ、なんかそんな感じするね、ショールームの。ありがとう。朝近づかないとそうコメントが見えない。なんか目が悪くてね、なんか最近また目が悪くなった気がするんですよ。今つけてるコンタクトのなんかがちょっとなんか、あ、なんか若干ちょっと悪くなったかなって感じて、コンタクトの度数上げようか迷ってるんですけど、なんかもう嫌だーと思って、悲しい。そっ、コンタクトが合わない。メイクしてるのしてないよ。なんか赤みが、ニキビもできてるし。度数も上がるよ。姉も同じぐらいなの、マイナス6ぐらい。見えるで、でも父さんは悪くないや、多分悪くないはず。お父さんだけはなんでか悪くないんだよね。コンタクトせずにコンビニとか行ってさ、朝あの仕事前とかにあのギリギリまでコンタクトをちょっと入れたくなくて、こう行って開いて商品が見えなくて、こう偉大な、めっちゃある、こうもうこうやってもう目をめちゃくちゃ近づけて腰曲げて見てるみたいな、うーんみたいな、なんやこれ、いくらや。ありがとうございます。メガネね、なんかね、私メガネで外歩くとめっちゃ酔っちゃうんですよ。気持ち悪くなっちゃって、なんでなんだろう、なんかメガネ酔いするんですよね。多分つけ慣れてないのかな、メガネはあんまかけないからかな。酔ったりしない、メガネかけてる人。なんかね、メガネをかけてるとこうメガネの世界とメガネが見えてない、視界ってここら辺も見えたりするじゃないですか。そのメガネがかかってない部分の視界となんかごっちゃになって、なんか酔っちゃうんですよ。なんかそっちばっかり見ちゃって、
目が合ってないマジで。いやー大きい眼鏡にしたらちょっとあのゴーグルっぽい眼鏡がいいな。ありがとうございます。コンタクトはもう全部見える、フィットしてるから。そうなのよ。コンタクトより弱めに。メガネ、ちょっと私の代わりに作ってきてもらっていいですか。メガネ屋さんもちょっと、しかも優柔不断でメガネ決められなくて、もう決められんの。メガネももうどのメガネがいいかもわからん。そもそも私はメガネが似合わないのかも。リモートで作れる？視力測るんでしょ？曲がったメガネはやるよ。見る？この分かりますか？この後ろで交差する部分が明らかにもうおかしい。真ん中ではない、ここにある。もうね治らないんで私これ自分でちょっと曲げてこうやってうわーってやったけど治らなかったの。ちょっと、曲がりがひどすぎて治らなくて、直してもらう。あでもフレーム変えたいかも。もうもはや姉貴を連れていかないと。4000円くらいで買えるメガネ？赤と緑の丸どっちがはっきり？え、ちょっと待って、わかる。でもいつもさ同じのがはっきり見えるよ。どっちだっけ、わからないけど。視力検査あるあるじゃん。なんかさ姉貴がさ視力検査に行ったんだって、眼科で。でなんか目が悪く、姉もずっと目がどんどん悪くなってて、もうそれがすごく嫌だったんだって。コンタクトの度数がどんどん上がっていくのが。だから視力検査をめっちゃ頑張ったんだって。そしたら全然度は変わらなかったものの、すごく今のコンタクトが使いづらいって言ってて、そりゃ視力検査頑張るからやって思って。視力検査、え、そうめっちゃなんかもうってめっちゃ見て頑張ったらしい。すごい頑張ったんだって。もう最大限の努力をして頑張ってみたらしい。いやもう目細めてみたらなんかちょっと目が見えたりするんですよ、あるあるで。なんでかわかんないけど、頑張る気持ち、うん。
わかりません。いやめっちゃ言うよ私、わかりません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 。ニットありがとうございます。もう勘とか言わない。あでもなんか疑問形はたまに使うかも。右斜め上ですかね。たまに使うわ。なんかこの視力検査斜めとか存在するんかみたいな思ったらちょっとあの斜めが存在するか先に教えてほしい。斜めってね、あるとことないとこない？え、だから斜めがあるのかなって先にちょっと。穴開いてない、それはドッキリや、怒る。良くないです、良くないですね。確率、いや確率勘じゃん。ひらがな、ひらがな言うやつとかあるじゃん。このひらがななんでしょうみたいな。ありがとうございます。そろそろ配信30分。嘘、ちょっと待って、今何時？9時までに終わろう。9時までに終わります。土曜日か、頑張って、頑張りますよもちろん。集合するよ。私は何だと思ってるんだ、何だと思ってるんだ、おい。仕事の集合はしますよ。あの遊びの集合はあんましないけど、集合っていう集合とかあんまないけど、いや、現地集合だけは困る。昔もうめっちゃ昔に寝坊したことあって、現地集合したことあるんですよ。めっちゃ前、握手会とかやってた頃、まだ握手会があってた頃に一回寝坊したんですよ。で、もう先に行ってくださいって、間に合わない、先に行ってくださいって連絡して、自分はもう現地向かいますって。あら、握手会どこだ、横浜？わかんないけど、会場幕張か横浜か忘れたけど、どっちか
し、あの新幹線広島から乗って降りて、でそっからなんか行く方法も分かんなくてタクシーで行って5000円か6000円ぐらい使って、 どっちなんだろう、5000、6000円使う方がどっちか分かんない、幕張か横浜か。でもうショックで、その日自分のそう、もう本当に泣いたよね、もう本当に泣いたことある、これ。痛かった、幕張か、自腹、え、自腹ですよ、もちろん自腹で、自分のせいだもん、ほんと申し訳ないと思って、もうふわーってえ、間に合う、全然間に合うよ、ちゃんと握手会いたよいるのせいだからね、その1回だけ参ったこれはって思いました、もう大変、寝坊？え、寝坊だったのかな？遅れたのは遅れたんだけど、なんで遅れたんだったっけ？寝坊なのかな？ちょっと結構昔すぎてちょっと覚えてないや。めっちゃ前よ。言い訳？言い訳しないよ、遅れたのが事実なんだから、もうごめんなさいしか言えないよ、本当にその気持ちだよ。嫌なこと忘れるわね、朝移動だった なんでだったっけな、なんか AKB さんの握手会だったら割とあったんですよ、よくそういう感じの、最近はもうないですけど、ありがとうございます、いつ再開されるか、え、でもね、言うてね、11月の半ばにあるんですよ、実際に会えるお話し会、楽しみ、あるんですよ、11月の23だっけ、ん？勤労感謝の日だったよ、リアルお話し会あるんだよ、握手会っていうか、まあお話し会になるっちゃなるんですけども、多分当たるかな、当たるよこの前みたいな、多分ね、多分そうじゃないかな、寝坊して遅れないで、寝坊しないってば寝坊しないってば、逆に寝坊しないでよね、
マイク、あ、マイクの具合ね、どうなんだろうね。お尻に言うって言う？寝坊？私寝坊しないで。いや、そんな人生で一回もしたことないとは言えないけど、そんな、あれ、私そんなに寝坊したんですよって話したことなくない？ないでしょ？なんで私そんなイメージつくんだ？なあ、それはダメだぞ。話したことないでしょ？どうもありがとうございます。黙ってるだけかも。いや、それはもうやばい、想像や、悲しい、ウィーン。キャラ、キャラじゃないですから。いつも眠いって言ってる。あ、朝弱いからね。そうなんだよ。なんか誰か眠くなくなる、なんか飲み物とかください。メガシャキ的な。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。9時になるよ。え、待って待って、本当だ、9時になったわ。誕生予防。タロスさん、トヨタンさん、ニャタロさん、渋谷ノート、ファイトロブさん、ミッキーさん、マユタミさん、シンジさん、メガネに目がねえ。でかが。ありがとうございます。熊吉さん、熊根パパさん、花巻信号故障さん、合ってる読み方、トールさん、アーリーさん、ありがとうございます。読み方合ってるかな。はい、ありがとう。気をつけていってください。ありがとう。みんなも今日一日どっか出かける人は気をつけてね。お仕事の方は頑張ってくださいね。いってらっしゃい。私も行くよ。行ってきまーす。今日の夜はちょっと配信はないので、はい、ただし、いつもショールームしてる時間帯でテレビでお会いしましょう。それでは、燃え待ってます。メールを送ります。それでは、おやすみっていうとこだった。おやすみじゃないや。違うんだよ。寝るつもりないから、行ってきます。いってらっしゃい。